すごいな桜井か。すごいですよね。桜井くんはすごいんですよ。命で飲んだことがあった。でこの時に出た話題が桜井を止めろって言われた。すごいね。後輩たちから桜井くんの名前が上がるんですよ。たださん、お前のやってることって後輩だけが尊敬されてるって思ったら大間違い。先輩の俺が尊敬してます。おかしい。ただやっぱね、桜井くん、やっぱ今までのジャニーズになかった生き方考え方、これね3つほどこうジャニーズに持ち込んできてるんですよ、はい、その1はラップですね。あともう1個は大学進学。3つ目ですけども、これはもうね、これはすごい、先輩もやってないことだから、ニュースキャスターっていう。なんかすごいですね、そういうの聞くと。本当ですか？